オーディオアニマトロニクスは世界のディズニーパークのアトラクションなどで使用されているロボットの名称でウォルト・ディズニー・カンパニーの登録商標である。オーディオアニマトロニクスから一般語としてアニマトロニクスの語が生まれた。オーディオアニマトロニクスとはオーディオ、アニメーション、エレクトロニクスを組み合わせた造語で、その名の通り電子で音と動きを同調させるように制御されたシステムである。 生きているような動きを可能とすることを目的として研究、開発が行われた。オーディオアニマドロニクスの語がウォルトディズニーカンパニーによって商業的に用いられるようになったのは1961年のことであり、ウォルトディズニーカンパニーは1964年に商標質願を行い、1967年に商標登録が行われている。1949年、 ウォルト・ディズニーがニューオーリンズに旅行した際に購入した機械仕掛けの鳥のおもちゃを仕組みに興味を持ち、ロジャー・ブロギーとケン・アンダーソンの協力でバディブセンのタップダンスをモデルにして作成したダンシングマンがオーディオアニマドロニクスの第一号である。続いて録音されている音楽に合わせて歌うバーバーショップハーモニースタイルの小型模型を作成する。どちらもカムと連動する。 ワイヤー操作で人形を制御していた。このシステムに磁気テープが組み込まれ、音声と共に記録された制御信号によって人形を制御するデジタルアニメーション制御システムが生まれる。プログラムされた毎秒24コマのデジタル信号を読み取り、各制御機構を動作させる。1963年にはディズニーランドにオーディオアニマトロニクスを用いたアトラクション。 魅惑のチキルームがオープンした。最初のオーディオアニマトロニクスは単純な反復動作しかできなかったが、この技術の利用に対しウォルトは、ある種の新たな扉、アニメーションの新たな局面を開いたと語っている。1964年のニューヨーク万国博覧会に展示されたイッツアスモールワールドでは限定的な採用であったが、リンカーン大統領との偉大なひとときでは、 リアルさを目指し、リンカーン大統領が生きている、息をしている感じを目標とし、関節の細部、顔の表情筋までが動いた。どちらも、万国博覧会終了後の1965年には、ディズニーランドへ移設されている。2011年には、演者なしで自立した会話を可能にする、オーディオアニマトロニクス、デスタニーを発表している。ありがとうございます。